皆さんこんにちは。今回は、少し前に紹介した日高の遺書について、情報をいただいたので紹介します。悲痛な遺書が飲酒運転防止の教材として使われていたのですが、情報源が不明らしいのです。以前にこのような動画をアップしました。日高の遺書と呼ばれる、悲痛な内容が記載された遺書が存在します。自動車の教習所などで今も配られているそうで、飲酒運転防止のための教材として使用されていました。1970年に夫が起こした飲酒運転によって双方が死亡、残された妻は賠償金に追われ、将来を悲観し、その話を所長宛に記したものが日高の遺書でした。現場は北海道の日高管内で起きたものであると書かれているのですが、その事故の報道、そして母子の心中事件に関しては情報源が不明であり、この遺書は一体どこから来たのかと疑問に思う人が多くいるのも事実です。前回は、この件を詳しく調査した方の記事や古い書籍からの情報などを確認しても、確かに情報源が不明瞭であると紹介しました。コメントでも、遺書をそのまま取り上げたわけではなく、一部創作を混ぜて紹介しているのではないか、という説がありました。確かに、実際に亡くなられた方が残した遺書ですから、そのまま公開するというのも考えづらく、特定できないように、一部情報を変えて公開していたというのもあり得る話です。この件を探る手がかりとしては、前回紹介した書籍にて、この遺書を公開した際に世間に大きな反響を呼んだ、とあるので、交通事故や、心中事件に関する報道はなかったものの、遺書そのものに関する記事はあるのではないか、と推測しました。あるとすれば1970年から1972年の間ではないかともお話ししましたが、前回の動画の後に視聴者さんから情報をいただきました。確かに遺書そのものに関する記事があったのですが、そこには驚愕の内容が書かれておりました。さて、視聴者さんから、古い新聞の切り抜きを送っていただきました。この方は、趣味で過去の新聞記事の切り抜きをされている方だそうで、例の遺書について報じた記事があったそうです。詳しい日付は失念してしまったものの、確かにあの日高の遺書について報じられていました。こちらが実際の記事の画像になりますが、見出しを見ていただければわかる通り、遺書が創作だったことを報じる記事です。涙の遺書は警官の創作、大見出しの下部には、あの日高の遺書と同じ文章が続いております。写真には、創作された日高の遺書のパンフレット、と記載された写真が載っていますが、様々な形で配布されたようです。前回紹介した書籍で世間に大きな反響を呼んだ、と書かれていましたが、おそらくこれらのパンフレットが配られていることから、これらのパンフレットを見た人の反応のことを指していたのではないかと思われます。さて、新聞の記事には、この遺書が創作された経緯、一応元となった事件があったことなど、すべてが書かれております。遺書が生まれた経緯について説明します。まず、元となる事件、というよりはきっかけとなる事件はあったそうです。昭和39年8月、日高のとある場所で M さんが酒を飲んでバイクを運転していたところ、事故で大怪我を負い、1年後に亡くなります。大黒柱を失った妻も、年老いた両親と4人の子供を抱え、生活に苦しんだ挙句昭和42年に自ら命を絶ちます。この件を知った警察のある人物が、運転の教習所などでよくこの話を持ち出し、こんな悲惨な話がある、と飲酒運転防止を呼びかけたそうです。この話は道内各地に広まり、昭和44年春、道内の交通課のある人物の耳にも入り、運転者の心に響くものはないか、と思いついたのが M さん一家をモデルにした遺書だったというわけです。当時、3枚ほどの遺書が書き上げられ、講習会などで読み上げられたり、参考にしたい人には書き写させたそうです。この遺書は反響がすごかったそうで、生々しい、会社の集まりでぜひ聞かせたい、といった声が上がったそうです。
この遺書が作られた昭和44年は例年よりも交通事故が多かったとのことで、その原因の一つである飲酒運転を防止するために、ある一家で起きた悲劇を参考にして作られた、というわけです。なので、結論としては賠償金に追われて子供と共に心中した妻はいなかったものの、飲酒運転によって亡くなった夫と、それによって生活が苦しくなり、自殺した妻はいたのです。前回、この件を調査したブログの情報で事故が起きたとされる1970年6月の記録では双方が亡くなった交通事故はない。という話でしたが、これは事実でありそもそもそのような事故は存在しなかったということになりますね。この件、関係者も悪意はなかった、と話しており、あくまで飲酒運転を防止したいという一心で作成されたものなのでしょう。また、月並みな標語より気が利く、と紹介されていることもあり、あくまで創作だと報じる記事ではあるものの、日高の遺書がもたらす効力に関しては一定の評価はあったようです。確かにこの遺書は、多くの人の心に響いたのは事実で、それは新聞の記事にも記載されていたことです。なので、飲酒運転防止の観点で言えば効果はあったのかもしれません。今回の遺書の件、実はかなり早い段階で創作だと報じられていたのは意外な話でした。前回の動画のコメント欄では、何人かの方から、教習所で読んだ、という話を教えていただいたので、現在も教材として使用されているようですが創作だという前提で使用されているのか、それとも、広まりすぎて、いつしか創作だという情報が失われ、また本当にあった出来事として広まったのか、少し気になる話ではあります。今回の遺書については創作でしたが、いずれにしても、飲酒運転の抑止力として今後も使われていくことでしょう。幸い、不幸な最後を遂げた母子はいなかったものの、飲酒運転によって引き起こった惨劇は数多くあるはずです。いかがでしたでしょうか。遺書の件が新聞で報じられている可能性があるとは言ったものの、まさか創作であると報じられており、さらには遺書ができた経緯まで語られているとは思わず驚きました。現在に至るまで使われているということはそれだけこの遺書が多くの人に響いたということではないかと思います。内容が子供を巻き込んだ心中なので何とも言えない話なのですが、とりあえず出どころまで明らかになってよかったです。今回協力してくださった視聴者さん、本当にありがとうございました。